就職活動中の学生を対象に企業名を明かさない一風変わった会社説明会が行われました。背景にはネームバリューにとらわれず、さまざまな企業と出会ってほしいという思いがあるようです。数多くの学生そして企業が参加したこちらの就活イベント、会場内にはどちらにも企業名は記載されておらず、エネルギーの未来を作る、そして世界ナンバーワン企業を輩出するといった企業の目標が掲げられています。この会社説明会は学生と長期的なインターンシップを行う企業をつなぐきっかけとして開催されました。クリック率どういう画面見てるかとか、そういうのを分析できるような会社です、ね、従来学生が企業を選ぶ大きな要素である企業名ですが、今回はネームバリューにとらわれない企業選びをしてもらおうと企業名は伏せられています。参加したおよそ70人の学生は順番にすべてのブースを回り、担当者の説明を聞いていきます。地域かける IT みたいな分野でこう仕事ができたらいいなというふうに思っています。鹿児島県からイベントに参加した大学3年生の竹下さんは、企業名がわからないことでより中身を知りたいと思えたと話します。先に企業名を聞くよりかも、ビジョンとかやってる内容とかを先にお話ししていただくことで、さらにこの会社のこと知りたいって思えるような感じがしますね。そして学生たちが企業のブースを一周した後に、ようやく株式会社リッチアイと申します。土屋カバン製造所という会社になります。企業名が明かされ、学生に今後の長期インターンの応募が呼びかけられました。なんとなく想像してある意味先入観を持って話を聞いてしまうところがあったんですけど、今回はそれがなかったので、なんかビジョンであったりとか、その会社が大事にしているものみたいなのを聞けたのが面白かったです。いろんな切り口から、問題解決を行っていることを知れたんで、だから IT にも興味を持つようになりました。企業名を聞いた竹下さんは、もともとブランドとしては知っていたんですけど、こういうビジョンなんだというのを初めて知って、さらに興味が湧きました。一旦行ければいいなというふうに思っているところです。企業名を隠した説明会は参加企業にとってもメリットがあったようです。興味のある業界で就活しちゃうっていう方々やっぱり多いと思うんですけれども、こんな会社があるんだなを知ってもらえるのは、私たちとしてもやっぱりなかなか発信する機会って限られてくると思うので、それが今日持てたっていうのはすごいありがたいことですね。非常に新鮮で、会社名というよりはやりたいことみたいなので、そこに学生さんが集まる形なので、多分マッチ度が非常に高いというか、そういった意味では非常にメリットが高いと思います。はい。主催者は参加学生が検討してこなかった職種や企業と出会ったことをきっかけに、就職活動の幅を広げてほしいとエールを送っています。再来年に卒業する予定の大学生の就職活動をめぐっては、これまで禁止されていた採用に直結するインターンシップがこの夏から正式に認められるようになります。このため今回の説明会の中で、学生たちはそのまま就職先になる可能性があるインターンの企業を選ぶということで、より真剣に担当者の話を聞いているようでした。就職活動の形も時代とともに変わっていきますね。